2001年から2005年のムバレ県の位置と県境、ムバレ県は、ウガンダ東部エルゴン三世6の県。バントゥーケーギス族の主な居住地でブギスと呼ばれた地域であり、面積は2466.7、警平方メートルであった。1979年に、県庁所在地に合わせムバレ県と改名された。2000年7月に北部が、シロン湖県に分割された。 2002年の国勢調査人口は72万1242人で、うち2005年7月以降のムバレ県分は33万2174人である。2005年7月1日に南東部がマナフワ県に分割され、面積も5 3 4 4 k ルとなった。ムバレの3つの区を含め13の副群が置かれている。マナフワ県の北部は2006年に、 ブドダ県に分割された。都市人口比率は低く、90.2%は農村部に住む。主な産業も、農業でコーヒー、豆、マトケトウモロコシ、玉ねぎ、ジャガイモ、ニンジン、サツマイモなどが栽培される。知事に相当する第5地域議会議長はバーナード・ムジャシ。ムバレには、ウガンダイスラーム大学がある。北西に、テソ地方のブケデア県。 西にブケディノブタカ県、ブタレジャ県、南西にトロロ県と接する。ありがとうございます。